はい、どうも皆さん、こんにちは、ナフタレンです。今回は、まあちょうどね、前に見えてるように、ハックミサイルとね、呼ばれる、ものをね、ちょっと作っていこうかなと思います。で、ハックミサイルとは、ハリボテエアクラフトミサイルかなの略、まあ略して、ハック、ハリボテエアクラフトなんですが、まあどういうものかっていうのはね、まあ、簡単に説明しますと、まあ、ハリボテやクラフトの力を使って、まあ、ミサイルを、まあ、敵とかにこうの方まで飛ばして、そこで、まあ、爆発させるといった感じのものになってます。じゃあちょっとね、正面に、ピラミッドあるんで、一回あれでね、ちょっとやってみましょう。まず起動して、このまままっすぐでいいかな。ピューンってこう飛ばす。で、当たったら、あとはハリボテを、当たったら、あとはハリボテをね、停止させるだけで、こう、TNT が出てきて、とね、爆散するといった感じのね、兵器となってます。で、まあ、簡単にね、仕組みを説明すると、今、ハリボテエアクラフトの羅針盤が2個見えてるんですが、こっちがもう普通に移動させるとき用のハリボテエアクラフト。で、こっちが、まあ、なんていうかな、まあ、セーフティーみたいなもんかな、まあ、起動させる用、これを押し、この羅針盤を起動させて、なんていうかな、羅針盤を起動させて、まあ、ハリボテを停止させると、まあ、爆発するといった感じになっています。で、さっきカチ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 って何個も TNT が出てきたと思うんですが、あの原理は、レッドストーントーチが、焼き切れる現象の方を、利用していて、まあ、こんな感じにね、まあ、ブロックの上に、レッドストーンパウダー、横に、レッドストーントーチが置いてあるとします。で、このレッドストーントーチの上に、まあ、ブロックを置くとどうなるかっていう話なんですが、こうね、こうそういうクロックして、まあ、どっちもオフになってしまいますっていう、まあ、マインクラフト上のね、仕様を、利用したものです。で、本来、ハーフブロック、まあ、あの羅針盤がね、ハーフブロックとほぼ同じサイズなんかな、つか全く同じサイズかなんで、ハーフブロックを、置いてもできるんじゃねって思うところもちょっとあるんですが、ハーフブロックはね、まあ、透過ブロックとして扱われるので、もう一つ上に重ねてあげない限り、カチカチカチとはなりません。で、まあ、それに加え、羅針盤、これね、見た目ハーフブロックなんですが、もうこれはもうね、まあ、これと同じような仕様となっているので、もうレッドストーン動力がね、なんていうかな、ちょっと長ったるい説明になってるけど、レッドストーン動力が、入ります。これハーフブロックだと入らないんですけど、まあ、こういうね、まあ、仕様があるのを利用して、まあね、ここに置きます、あれね。まあ、これはね、もうこれがあるのと、まあ、一緒の話です。で、次にこの後ろにあるね、まあ、この羅針盤は何なんやっていう話なんですが、こう置いて、ここに、レッドストーントーチを立てます。するとここがオンになるので、まあ、いくらね、ここにブロックを置いても、カチ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 とは、ならない状態になります。で、これを、で、この羅針盤を起動すると、この上のね、レッドストーントーチがアイテム化します。で、アイテム化すると同時に、まあ、アイテム化する、アイテム化してます。で、今もうレッドストーン信号がこいつに行ってない状態で停止させると、カチ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 と、まあね、ここの音動力が消えてしまうので、カチカチとなります。で、次にね、このディスペンサーの方なんですが、さっきこいつはね、電力を、もう普通に通すと言いました。なので、ちょっと、このレッドストーントーチがこの、羅針盤に信号を与えて、ここに、出力を出します。はい、カチ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 と、これが壊れるとカチ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 となるようになりました。で、もうこれで、ね、あとはもう TNT 詰めればいい話なんですが、この羅針盤、
これをねいくら動かしてもまあ爆発することはないので、まあちょっと一応微調整したいとか角度を、まあ調整したい場合に、こっちの羅針盤を使って、まあいざ打つぞっていう時は、TNT をね、まあ先に込めといてもいいですし、まあちょっとあれなんですけどね、ちょっと信号をね、下手に与えてしまうと誤爆してしまうっていうことがあるんですが、もうこの状態でねいくら動かしてもまあ出てくることはほぼありません。ほぼで、最後にねこれをねこうビューッと目的の場所まで、飛ばしていって、でよしこの辺かなっていうところで針ボテを、切ってあげるとカチ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 となって、弾頭が、8個ぐらいかな、まあ出てくるといった感じの仕組みになってます。でまあこれ今ねディスペンサーの数5個なんですが、まあ、もっとね、まあ最高15マスぐらいまで増やしてもらってもまあいけますし、まあ横にこうね並べてもらってもちょっとねごつくなってしまうけど、まあ弾頭の数は結構ね、増やそうと思えば増やせるんじゃないかなといった感じでございます。ご視聴ありがとうございました。